どうもこんばんは、 NM です。今年で放送開始から10周年を迎える東京グールのテレビアニメシリーズ無印から RE 最終章まで全50話ありますが、毎週1話ずつ YouTube のスタジオピエロ公式にて無料公開されている状況です。で、それでなんとですね、7月3日の夕方6時に結構デカめな発表があるぞということで、ツイッターの東京グールアニメ公式が告知しているわけです。これ撮ってるの3日前の6月30日なんですけど、なんかさっきね、画像が1枚、チラ見せというか公開されて、本発表の、画像の一部というか、切り抜きなんですけど、おそらく7月1日2日と一部また公開されて、3日の6時に全体の画像が公開なんじゃないかなと思います。で、今日公開されたのがリゼなんですよね。全体映ってるわけじゃなくて、リゼのなんかチラッとこうね、カグネとリゼのなんか半見えみたいな感じのが映ってるんですけど、というわけで今回はですね、1週間後の発表が何なのかを予想していこうかなと思います。まず大前提として、アニメ10周年の発表ということで、ツイッターのアカウントもアニメの公式かつ、チラ見せされた画像もですね、アニメっぽいんで、新しいゲームとかグールカフェ復刻とかじゃなくてね、アニメ関連の予想をします。もしゲームとかね、グールカフェ復刻とか、なんか石田水天、復活というか、なんかそういうんだったら、それ用の公式のアカウントがあるんでね、今回はアニメ公式からの発表ということで、アニメ関連の予想をします。まず一つ目、リメイク、リメイクが一番みんな予想してるんじゃないかなと思っています。これはね、国内外からですね、RE を作り直せと放送されてた時からずっと言われております。グールアニメ公式アカウントがなんかね、つぶやいたりするたびにですね、リプランには外国人みんなリメイク言ってますんでね。はい。原因としてはですね、リメイクしろって言われてる原因としては、無印とルート A、に比べて、RE のクオリティが明らかに落ちてることですね。当時リアタイで見てた人ならわかると思うんですけど、アニメはですね、一応 RE が始まるときにルート A の続編っていう体で始まったんですけど、続編としつつも結局ですね、原作通りに進んで、アニメで放送されてる内容と、ルート A のアニメとのなんか辻褄が合わないんですよね。話の辻褄が存在しない記憶みたいな。かつ、RE の内容をめちゃくちゃ端折ってるんですよ。で、重要シーンとかめっちゃかっこいい、絶対このシーン外しちゃダメだろみたいなシーンをめちゃくちゃカットしてダイジェスト版みたいな、ダイジェスト版のダイジェスト版みたいな感じになったのが、主にリメイクを希望する人が多い理由かなと思ってます。で、2つ目 OVA、これまでですね、東京グールのスピンオフ作品としてジャックとピンと映像化されてるんですけど、ジョーカーがね、まだね、映像化されてないんですよね。ちょっと話は短いんですけどね、ジョーカーは。あとね、小説のエピソードとか、ワンチャン OVA として映像化されるんじゃないかなと予想しています。で、3つ目、正規ルートのアニメ化。これね、一番来てほしいというか、来るんじゃないかなと思ってるんですよ、正直。RE ね、アニメ化して、まだ4、5年しか経ってないんで、まだ、リメイクにはさすがに早いんじゃないかなと思うんですよね。で、いつか RE を、話の内容とか、重要なシーンとかをはしょらずに、高いクオリティで、再アニメ化、リメイクするっていう前提として、ルート A がアニメ化されてるというか、ルート A っていう、金木が青霧に入るよっていうルートがアニメ化されてるんですけど、じゃなくて、ルート A じゃなくて、正規ルートの方ですね、をアニメ化する必要がありますと。で、正規ルートの方をまずアニメ化して、話の辻褄を合わせてから RE をもう一回作ろうぜっていう流れがあるんじゃないかなと、個人的には、それが理想なんじゃないかなと思ってます。
あと大穴でまあ映画化みたいな感じかなと思ってるんですけど、皆さんは3日後どんな発表になると予想していますでしょうか。よかったらコメント欄に書いていってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。